SNS の写真を使わせてほしいと言ってくるテレビ局は、ガネットで話題。内容はこちら。SNS の写真を使わせてほしいと言ってくるテレビ局あるあるが話題のようです。では、前田岸子さんのツイートより内容を見てみましょう。前田岸子。SNS の写真を使わせてほしいと言ってくるテレビ局、企画や謝礼等の詳細お願いします、と言うと、例外なく音信不通になる。こちらが場面写真の許可取り電話したら、1枚あたり丸万円になります。あと、企画書送ってください、っていうのにね。不思議。テレビ局、悪質ですよね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。インスタに来た依頼へ同様の書き込みをしたら音信不通です。どこも無料のみで番組を作成イコールニュースの内容に信頼はできません。そもそもタダで情報を使わせてもらおうとすること自体おかしな話なんですよね。次はこちら。私も雑誌から依頼が来た時はちゃんとした謝礼があるのですが、テレビ局から依頼が来た時は謝礼の話が一切ないんですよ。最初はテレビに出られるのが嬉しくて出ていましたが、よくよく考えてみたら自分にとってメリットは全くないので最近は控えるようにしています。今の時代テレビに出ても何のメリットもありません。次はこちら。テレビ局安易に考えすぎ。雑誌の取材もそうだけど、使ってあげるからという上目線じゃみんなにそっぽ向かれますよね。ひってえな。テレビ局関係者はどこか上から目線なんでしょうね。 SNS 利用者を素人さんとしか思っていないのでしょう。もうそんな時代ではないのですがね。最後はこちら。無料で情報だけもらおうなんて思うのがすごいですよね。普通は対価があるはずなんですが、無料で情報が集められると思ってるんでしょうよ。取材の手間省けるし、なんでお金払わないのでしょう。要するにケチなんです。 SNS の写真を使いたいのであれば使用料を払えば誰も文句は言わないと思うのですが。結論。現在のテレビ局はネットサーフィンで SNS に上がっている画像を探しては声をかけているようですが、やはりプロの報道関係者であるのならば、自らの足で現場に出向き、取材をするべきです。他人任せでプロの仕事ができますか？テレビ局関係者は自問自答し、猛省してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。